はい、じゃあ19時ですね、なりましたので始めていきたいと思います、皆さんこんばんは、ミカミックスです。はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。じゃあ今回はね、久々の通常ラジオということで、まあ、まずね、例によって聞くんですけど、これ設定的なもの大丈夫ですかね。音楽でかいとかマイクの声が入ってないとかっていうのがあればちょっとコメントをしていただきたいと思います。で、今回はまあ通常のラジオは1時間で、最初がワンダーで、次が自分の婚活会で、1回1時間で終わりにして21時から、いつものホワイトデーをやっていきたいと思います。で、まずはワンダー会ですね。第1部ワンダーのフリートークということで、スライドをはい、社畜がどうとか。いや、もうこれね、最近もう動画の更新頻度がちょっとね落ちてきてしまってて申し訳ないんですけど、特に今月先月あたりはかなり社畜っぷりを発揮してるんですよ。ミカミックスはあれだよね、もう社畜とか一切関係ないでしょ。もう一切関係ないからねもう社畜生活から離れるともう戻ってこれないと思うよ、社畜には。いや、もう戻れないよだって、まあ、基本月曜日から金曜日までね会社に行って、それこそストレスフルな生活にまみれてますからね。まあ、ただそのおかげもあって今月はね結構残業代が多分ベースとほぼ同じぐらいもらえるんじゃないかなっていうぐらい過激な残業をしてるんでまあちょっと少し落ち着いてきたんで、少しずつ動画の更新頻度を上げていこうかなと思っていて、一応週末は2本更新するつもりで頑張ってるんで、時間ある方ぜひぜひ見ていただければなというところですかね。言うてもでも俺もちょっと今週月末とか忙しいからね、上げられない日とかもちょっとね、まあ、出てて、まあ、繁忙期みたいなやつがあるんでしょ、うん、やっぱり。そうそう、でまた今度12月に入ると繁忙期なるからね。12月とかってなんかやる予定のゲームとかない？12月ってなんか出たっけ。1月に入ればね、モンハンワールドとかやりたいんだけどね。モンハンワールドは、ね、ライブ的なことでやるの、それとも。ああ、まあライブでやっても全然いいし、今回モンハンワールドは途中参加もクエストできるみたいだから。いや、そもそもさ、でも1月に出んのかっていうのが謎だよね。まあモンハンとかだとね、余裕でスリップしてくるからねそうああ、オルタさんはあれですね、土日仕事みたいですね。まあそういうのもありますからね。俺も一番最初は家電量販店だったから完全シフト制だったよね。むしろ土日の方が休みが少ないんじゃないの。少ない、そう、土日の方がだって忙しいでしょ。忙しいで、まあちょっと新入社員の時のことを思い出すんだけど、4月に入社するじゃないですか。で、まあ4月みっちり働いて、うん、やっぱめっちゃ疲れるじゃん、この新社会人、まあ、慣れてないしね。そう環境にも。で、ゴールデンウィークを迎えるんだけど、ゴールデンウィーク全部仕事だったからねまあ普通の会社だとじゃあゴールデンウィークで一旦ちょっとリフレッシュしてみたいなのがないわけですよ。そう、なかった。むしろゴールデンウィークは地獄じゃん。地獄だったよ。いや、辛いね。そう、ほらみんな友達とかさ休んでる中さ、まあそこで愚痴を言い合い、そうみたいなことができないわけだよねそういや、それきついわ、確かに。で、あと迎えたのが年末のあれ、なんか12月30日になんか一回忘年会やったの、うん、で俺はまあそういうあれがあるから覚えてんだけど、うん、ワンダーいたっけな、なんかその地元の中学生の時の忘年会を12月30日にやって、いや俺多分行ってないな全く記憶にないから、忘れるってことはないと思うから多分行ってないと思うで年末はそう、確かにね、地獄なのよ。で俺も12月30日は、うん、まあ、仕事だったから仕事が早番で終わって、うん、忘年会にそのままスーツで参加したの。そしたらまず第一声になんでスーツなのって、まあ、確かに30日っていうともう大概休みだからねほぼいや、年末年始とかね、さすがにちょっとゆっくり休みたいですけど、まあサービス業の方とかはね、やっぱり年末年始忙しいのかなと思うけど。そうだね。あと福袋ね、あ、福袋ね、あ、家電量販店だからさ、あれ今年は行かないの、福袋。福袋チャレンジ毎年行ってる、まあ、毎年行ってるからね、今年も行くんでしょう、うん、まあ予定があれば。確かにね、ちょっとね、やっぱ iPad ね、うん、欲しくなってきた。今1個タブレット持ってるんですけど、うん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 、ちょっとなんか iPad 的なのも欲しいなと。ってことは iPad をゲットするにはそれなりに早く行かなきゃいけないね。そう去年っていうか、まあ今年の1月なのかな、うん、あの時はね、うん、iPad ゲットできなかったの、あの番号札的に。 あれ俺さ、買ってきてもらったじゃん1回、うん、フルフルにね。そうあの時って一昨年や、ね、あと
2個前だね。2個前。あの時はゲットできたんだ。そう、あの時と同じ時間に行ったら、うん、ゲットできなかった。そうそう、結構割とギリで出て。それはさ、あの福袋、 iPad が用意されてる福袋の数が減ったってこと？いや、 iPad が並ぶ人が増えたってこと。増えたっていうか早くなってる。みんなさ、今ツイッターで何時に並んでダメだったとか、うん、何時がデッドラインだっていうのは出るじゃん、うんうんうん、でそうすると、うん、翌年はもっと早く来るわけじゃん、うん、みんな。なるほど、なるほど。そうってことはどん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 そこの過激になっていくわけだ、ね、そう競争が激化していくわけだ。そう、うわ、それきついね。でその中、まあ、来年は iPad 狙いでいくと。行きたいね、まあ、そうなると何時に行く予定なんですか？あ、でもね、千葉はねそこまでね、うん、激戦区じゃなくて、あ、まだ、あ、うん、って言っても日付変わる前から並ばないとダメだけど。でも千葉ってさ外じゃん。あ、外だね、並ぶのが、うん、あれ結構辛くない？うん、ちなみにね、フルフルは寝袋をあいつ買い出したから、そのために。あ、じゃあ今年もフルフルさんと2人でツイッターの更新を楽しみにしてればいいって感じかな。ツイッターの更新っていうか、あの 寝てるから、ただ寝袋の中で寝てるだけだから。え、2人で会話とかなしでも寝てるだけ？そうそう、じゃあ寝るかみたいな。そう、最初の方はもう、うん、もう最初の方って言っても本当に何年も前だけど、うん、ワンダーもね参加してた。あ、あったあった。そうそうそう、昔ね、もう昔10年とかいかないまでも、まあそんくらい前だよね。そう独身の頃は確かに行ってた頃はあったからね、うん、あの頃なんかさ DS とかさ持ってってさ、なんかやってたね。そうやってさ、しかもただ手が冷てえから DS できねえ、指が動かねえみたいな。手が冷たすぎてもうやってらんないみたいなあったね。いや、あの戦いをまだ続けてるってね、頭が下がりますよ、ね、いや、ただもう寝てるだけだからね今は。まあでも装備が充実してるから、だいぶ快適なんじゃないの、まあ、快適ではあるよ。いや、福袋戦争はね本当に恐ろしいよ。まあ確かにちょっと最近は頼んじゃうからね、行く人に。そうだね、お願いしますって感じで。まあじゃあちょっとそんな感じで、まあ社畜生活は辛いですけど、まあお給料のためにってところですかね。まあね、次がこれはなんだ、あの今やってるやつ系。うんとね、一応今月末僕がやってるゲームだと信長の野望結構やってるんですけど、信長の野望の新作が来月かな、約1ヶ月後の11月30日に発売予定になってて、一応今回はですね Windows 版と PS 版、 PS4 版かな、それぞれ一応予約してあるんで、まあ、両方買ってやろうかなと。両方買うって何？いやいやいや、同じなの？同じよ、全く同じ、全く同じもの。全く同じものなんですけど、一応ついてくる特典がちょっと違うんですよ。ああ、なるほどね。特典シナリオが違うんですよ。特典、あ、シナリオが違うんだ、もう1個ついてるシナリオが違うんですよ。まあ何個か共通のシナリオがあって、Windows 版だと信長包囲網っていうシナリオがついてきて、PS4 版だと天王山で、スイッチ版だとあの上杉謙信のシナリオがついてくるんですけど、ちょっとスイッチは ね、スイッチね、ちょっとハード自体を持ってないんで、まあ、ハードから買うかと言われると、まあ、ちょっと一旦見送りにさせてもらって、まあそうだね、Windows 版と PS4 版で、まあ、あのそれぞれやっていこうかなと思ってるんで、一応その特典シナリオになってる信長包囲網と天王山からやろうかなと思ってるんで、まあ、信長の野望ちょっと見ていただいてる方はぜひぜひ楽しみにしていただければなと。まあ人気だからね、信長の野望、まあ、うちのチャンネルでは。まあ信長の野望しかやってないですからね、僕は。8割信長の野望やってるんで。俺は全く見てない、ワンダーの。基本はあんまりね、ワンダーのやつ見てない。This is the police はね途中まで見てたけど、暇な時とか。あれ結構でも面白いよね。This is the police はね、まだやってんのか、まだやってる。まだやってるのかってなるけど、ちょうどね半分まで来たんですよ。あれ180日間プレイするんで、今90日目までプレイしてるんで、まあ約半分、ちょうど半分かな。なんでまだまだ続くんで、ディスイズ・ザ・ポリスも、お時間ある方、たまに覗いていただければな。あれはね、面白い、普通に。うん、まあ、あの事件のネタがね、ちょっとクレイジーなんですよ。あ、まあね。この前あった最新の事件だと、あのヌードモデルの事件があって、ヌードモデルの写真、カメラマンが、こう、ヌードモデルの写真を撮ってる最中に興奮してレイプに及んだっていう事件の出動しましたからね。出動しました。無事逮捕しておきましたけど。まあちょっとそういうクレイジーな設定の This is the police もやってますんで、
まあ、で次行って大丈夫？大丈夫、もうなんか順番がぐちゃぐちゃなんでどんどん回しちゃってください。ぐちゃぐちゃなんでってか送られた通りに入れたから本当に本当だよ、この通りにさ入れてくれって言ったからその通りに入れたよ。いや、信長屋の野望大使に関して言うと後ろから2番目の予定のスライドなんですよ。お、なんか前から2番目に来たなと思って。いやいや、ちゃんと入れたか。確かに俺も思った、 なんでここにあんだみたいなのは。流れ的には社畜のネタの後にこの癒しはやっぱり対につなげたかったんですよ、話の流れ的にね。なのでいきなり信長の予防大使ぶっ込んできたから、あら、なんかこれ順番変えてやがると思ったんですけど、変えてないから、もうそこはね、そんな話今さらしなくてもいいやと思ったんで流したんですけど、まあ、ここで対ネタですよね。本当はあの社畜でも疲れたんでタイにまた行きますっていう流れにしたかったんですけど、一応来週ちょうどね今頃タイで遊んでる頃かな、あのあとね12月は12月9日からいつ11日間か12日間ぐらい、え、そんなに行く行く行く、あの前半5日間ぐらいをタイで4日間シンガポールに行ってまたタイに戻ってくるっていうスケジュールなんですよ。だからあの羽田からタイ、タイからシンガポール、シンガポールからタイ、タイから羽田っていうそういうあの航空券にしてあるんで。何それ。いや、あのなぜかっていうとタイで女の子と一緒にシンガポールに行くっていうイベントなんですよ。イベントっていうかそういう、まあ、あの企画っていうのかな、企画っていうかそういうスケジュールにしてあるんで、どうしても一度タイに行く必要があるんですよ。タイから一緒に行くと。なるほどね。そうなんですよ。しかもシンガポールとか行ったことがないっていう子なんで、ちょっと一緒にねアテンドしてあげなきゃいけないんで。え、ちなみにそれ誰、うん、それはね知らないと思う。あ、知らないんだ。知らないキャラなんだ。新キャラ。あ、新キャラなんだ、うん、え、新キャラってことない、うん、最近の子。最近って言ってもね7、8ヶ月ぐらいは経ってる。あ、でももうミカミックスだって1年ぐらい来てないでしょ、うん、で新キャラ新キャラ、うん、で最近もうね8割方その子と一緒に遊んでるんです。前だミカミックスが来てた頃と遊び方が変わってると思う。だいぶ基本的にはもうステイ型になってるから、女の子が変わってない。デビルの時と変わってねえよ。そうそうそう、デビルの時と同じ遊び方。お前さ一回さデビルの時の遊び方してさ時間無駄にしたわとか言ってさもう俺ちょっとそのステイ型やめるよとか言って、まあ、やっぱりそのまあステイ型なんですよ今も。このステイ型がね楽しいんですよやっぱり。まあね、確かに俺もでもそのやっぱ一人の子にっていう方が、うんうん、楽しいっていうかね、まあ、スケジュール的に最高ですねっていう、まあね、来てますけどね。分かります。だから大概1日か2日スケジュールをちょろまかして早めに行ってで一人の時間を楽しんで2日後ぐらいに今来たよみたいなテンションで会うっていうのがデフォですね最近の。今それバレてない？バレてない。デビルの時はね大変だったんだよ。確かにね。それバレてっていうか疑いがあって、うん、パスポート見せろって。そうなんだよね。そう、最近ねアナとかタイエアは機内で Wi-Fi が使えるんですよ。 まあ、お金がかかるんですけどね、うん、なんでそういう怪しまれ方がないんですよね、うん、なんかこいつ 7,8 時間連絡が取れないみたいなことがないんでだからその点はね結構大丈夫。 あの時のね偽装工作もね超苦労したよ、うん、本当に。まずパスポート見せろって言われたのと あとまだ合流してない時に、うん、今どこにいるか今写真送れって。あるね。ある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 そういうのあるからね。まあでもねその辺はもうねなんていうのかなある程度こなれては来てるんで大丈夫です。経験値レベル上がってんね。まあ、あとそういうことはあんまり言ってこないですね今回の子は。デビルのような感じでは今のところはない。また太鼓はね本当に情熱的というかそういうところが ね嫉妬深いというか、まあ、そこがねまた楽しいんですけどね。まあ非常に俺には分からんわそれも。いや本当リスキーなことするよね。いや結構楽しいんだよねそれがやっぱり、ね、やっぱりいい子が多いんで今はだからそのラオッコって呼んでる今その楽しい一緒にいる子かナンバーワン、それはねショウも
ミカミックスも今ちょっと実名言っちゃいましたけど、いやいや別に出してるときメモとかでミカミックスも知ってる子だと思うんですけど、まあ知ってるって言っても見たことがある程度だと思うんですけど、まあその子ぐらいですね。他はもう一夜限りな感じにしてますけど、俺も選ぶときは安全な子、安全な子で言ってたからね、こう、擦れてない子、擦れてない子を、まあでも呼ばないと分からないからね、呼ばないと分かんない、うん、まあ、あの1月、今のところ11月、12月、1月まで航空券は取ってます1月まで航空券は取ってあります。まあ確かにね、早く取れば取るほど安いからね。で2月はフルフルさんも参加するって言ってたんでね。参加するって言ってるけど、あいつの動向が最近不明。最近全くわからないね。全くわからない。謎すぎる。本当に来るのかどうか。まずはあのさっき言ってた福袋。ああそうだね。そこに来るかどうかですね。あいつもそういうのぐちぐち言ってくる方だからね。まあね。いきなり行けねえとか。確かに確かに。もう福袋の話はしといた方がいいよ。うん、そうだね。で一応ね、どこに行く予定かっていうと、タイ、シンガポールで、これが写真があるか、うんうん、これそうそう。でね、11月の3日がちょうどあのタイとかで有名な灯籠祭りみたいなのがあるんですよ。あのラプンツェルとか知ってる？いや、それは分からん。塔の上のラプンツェルとか知らないよね、うん、一応そういうのがあって、そういうお祭りがあるんで一緒に行こうって言われてるんで、ちょっとその祭りに行くのも楽しみにしてるんですよね。あの今スライドに出てる上の方、あの灯籠っていう、うん、灯籠をこう川に流したり、あとチェンマイ、デビルの出身地のチェンマイとかだと、それをこう空に浮かべたりするっていうお祭りがあるんで、それに一緒に行こうって言われてるんで、まあ、それに11月は一緒に行って、一応その12月シンガポール行くときはマリーナベイ、あれだね、上に船があるやつだよね。そう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 、あそこで一応紐水着を買ってあげてるんで。また好きだね。紐水着大好きだね。紐水着大好きなの。この前だって紐水着で写真大会したんで。それ写真大会って。いや、ノリがいいんで、あのポーズとか撮ってくれるんですよ。私を撮ってみたいな感じで。なんでそういう写真大会したんで、まあ、ちょっとさすがにね、あの紐水着でマリーナベイのプールには行けないと思うんですけど、一応ね、そういう楽しみもあるんで、まあ、ツイッターとかの方ではそういう情報も。ギリギリのところ攻めていこうかなと思ってるんで、興味ある方あればそちらの方見ていただければなってところですかね。太鼓はほんと写真撮るの好きだよね。大好き大好き大好き、もうねすごい撮らされるもん。そう、で結構うるさいんだよね、なんかその角度がなんとかとか、そうそうそう、撮り直しはね結構多い、うん、テイク3とかで収まることの方がむしろレアです、ね、そう、これお前のせいだろうみたいなのもあるんですよ。なんかあの目つぶったりとかしててまあでもね、楽しそうにしてるんで、うん、まあ、撮ってあげますけど、で今度はあのカメラ持ってきてって言われてるんで、あのスマホの写真じゃなんか気に入らないらしくて。マジで、はい、だって今スマホの写真でもだいぶいいよね。いやでもね、夜景はやっぱりね、あ、夜景か、あ、レンズの、ね、あの大きさにやっぱ寄ってくるのかなって感じで、夜景はね、あの夜の撮る写真はやっぱカメラの方が綺麗に写るかなって感じは。もちろんね、スマホで撮る写真も最近すごく綺麗ですけど。なるほどね。まあ一応一泊 4,5 万の部屋に泊まる予定なんでまあベイサンズは高いよね。高い、どう見てもベイサンズ高い。それに3泊するんでそれだけで、あとサービス料とか込みで20万弱ぐらいになってたと思うんで。マジか、はい、使うね、散財するね。散財しますねちょっといつも読めないけど、いつも来てくれるなんとか人魚さん、こんばんは今日はね、いつもありがとうございます。普通のパワちゃんラジオやってるんで、一応1ヶ月に1回やるって最初公約してたんですけど、あの2、3ヶ月ぶりこれだってワンダーのさ、あのタイの頻度が多すぎてさタイ行ってれば絶対できないじゃん。できない、タイ行ってやる、予定が合わないじゃんってなるから ね、ちょっとね申し訳ないんですけどで、次のスライドに行きます。あ、まあ年齢もね、もうねそろそろ子供欲しいんですけどね、うん、まあ、タイばっかり行ってるからだろうって言われたらそれまでなんですけど一応そうは言ってもタイ1個ばっかりじゃなくて奥さんとも仲良くしてますよっていうアピールを一応しとかないと特にあの女性視聴者さんから以前鬼のようなバッシングを受けたことがあるんで心をねこうへし折られたんで、最近はYouTube のゲーム実況の中ではタイネタは封印してたんですけど、ちょっとそろそろまた解禁していこうかなと思ってるんで、まあ、ちょっと不愉快に思う方も中にはいらっしゃるかなとは思うんですけど、まあ、控えめになんでそこはちょっとご容赦をいただければなと
思ってるんですよね。なんか取ってつけたようななんか朝食みたいなのさ。いやいや、これはね、あの最近奥さんと、あの日曜日が2人お休み、あの奥さんは土曜日仕事行ってるんで、あの日曜日が唯一2人で、あのゆっくり朝食が取れる時なんで、最近はね日曜日の朝はカフェデートすることが多いんですよ。ああ、なるほどね、はい、まあ昼か夜、あの朝か昼かなんですけど、で最近あの今住んでるマンションのところになんか人気のパンケーキ屋さんができて、あ、それにちょっと行ってきましたよっていうアピールをちょっとしました。で、次行っていい？大丈夫です。ここはもうさらっと流しましょう。さらっと早いね。いや、言ってもね、今日も誕生日プレゼント、あ、クリスマスプレゼント早めに買ってきたんですよ、ね、早めにちゃんと奥さんのやつ、来週体育し、あの仕事も立て込んでるし、来月も対2週間ほど行っちゃうんで、あの2週間っていうのは土日2週間使っちゃうんで、もうねクリプレを用意しといた。なるほど、はい。あと最後は、まあ、これもねラジオネタでいつも言ってるんですけど、肉体改造ネタなんですけど、ミカミックス肉体改造どうなんですか最近は。そう、進んでるよ。もうどん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 あの丸くなってるよ。でそれってさ、ミカミックスの求める改造プランと僕の求める改造プランの違いであって、改造プランが進んでるってことには変わりはないわけでしょ。そうそうそう、進捗は OK、全然いい感じで進んでるってことだよね。で、俺ジム行ってるっていうのは、うん、まあ、多分前も言ったと思うんですけど、はいはいはい、さくらさんからはジム辞めればって。いや俺もそう思う。ジムに行く意味がないっていうか、で、うん、でその今俺の行ってるジムって、まあ、あの別に行き放題な、うんうん、月額費で月額1万円かかる、うんうん、高いよ、うん、だって今さっきちょっと聞いたけど週1でしょ。今はねもうちょっと週1しか忙しくて聞いてない。週1で1万円はちょっと高いよね、まあ、1回2500円ってなっちゃうからね、うん、4週だったとしても、うん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 、まあ、ちょっと前まではね週3とか4とかは行けてたから、まあ、いいんだけど。それはねモチベーションが下がった理由はあるんですか。いや、モチベーションが下がったっていうか、もう単純に、うん、めんどくさくなった。もう夜遅くなったりすることが多くて、あ、まあ、夜遅くなると確かに萎えるからね。そうで、やめてそのお金で美味しいの食べた方がいいよって。いや俺もそう思いますね。完全にね、さくら様に同意いたします。僕は、まあ言いたいことはわかるけどね。結構続けるのはね、結構でも確かに仕事とかもあるしね、誘惑も多いんで大変ですけどね。でもねこれ1年やって全然変わんないんですよ、見てもらってわかるように。あ、もうねこの年齢になると確かに俺も全然痩せないもん、うん、1年やってこれなんですよ、全然変わらない。しかも1年あの筋トレとジョギングほぼ毎日やってますよ。365日あれば330日はやってる、確実に。確実にやってるんですよ。330日以上は。雨が降っても、そんなに遅くなければ僕もジム行って走り込むし、筋トレは基本毎日やってるんで、それでもねこれなんですよ、本当恐ろしい。もう年齢だよね、これはね年齢だと思う。どうにもならない。まあとはいえあの太鼓たちのにねたるんできたって言われないために頑張ろうかなと思ってるんで、ちょっとねツイッターの方でうざいとは思うんですけど、お付き合いいただければと思います。じゃあこれかな。で最後ね、一応今後の収録予定なんですけど、信長の野望は、まあ、小早川秀明のプレイ今お届けしてるんですけど、これまあ引き続き継続をして、冒頭お話してた大使ですね、来月発売するんで、これもちょっとプレイ開始したらぜひぜひ応援していただければなと。あとは継続プレイのところで言うと、ポケット戦国がね結構今手こずってるんで、詳しい方いればあのアドバイスいただきたいなっていうところと、帝徳の決断もねかなり手こずってるんですよ。全然わからない。あのこれ第二次世界大戦の海戦もの、あの海軍のシミュレーションゲームなんです。これも結構手こずってるんで、ぜひぜひアドバイスいただければなというふうに思ってますんで、その他なんかこんなゲームあるよってなれば。え、てかさ、一番下の何、全然しないんだけど、こんなやってたっけ。最近始めたんですよこれ、ブロックフード。何これ。これはねシムシティ。あ、シムシティ的なものなんで、今日もねあの20時に一応公開予約してきてるんで、ちょうどラジオとラジオの合間になるんで、暇な方いらっしゃればちらっと覗いてみてください。俺も最近ねトロピコやってますよね。まあ出たのはずっと前なんですけど、うんうん、まあ、やりてえなと思ってて、あれは面白いけど難しいね。あのロケハンがね必要なんですよ、やっぱりシミュレーションゲームはある程度、うん、なんであの収録以上に手間がかかってるっていうのはねあるんで、ちょっと更新頻度は頑張ります。というところで、とりあえずワンダーのスライドはこれで終わりで、ちょっとまた 2,3 ヶ月後になるかもしれないですけど、できるだけ早く戻ってきます。
で、じゃあちょっと自分の方のスライドに行くんで、ここからはじゃあいよいよさくら様との慣れ初めが多少は来てるんですか。いや、慣れ初めまでね、行くか行かないの、分かんない、今日引っ張るね。ちょっと音楽もう一回流しますね。はい。で、まあ、ちょっとね、前回俺もこのスライドを作ってる時にどこまで話したっけっていうのがあったんで、前回のちょっとおさらいからしていくと、ぜひぜひ、そうだね、もう見たらね、8月5だったよ、ってことは3ヶ月前、3ヶ月前、3ヶ月前だね。で、まあ、まずは武道と遭遇したって、これは覚えてる。武道の話は聞いた。そう、フェイスブック婚活っていうのをやってて、武道っていうのはドラクエだよね、ドラクエ6の武道、ね、そう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 。で、フェイスブック婚活だったから、顔写真を載っけてないと、そうそう、相手が顔写真載っけてないんだけど、まあ、いついつ会いましょうってなって、で、会ったら武道が出てきて、まあ、死にましたと。死ぬね。死んだで、死んだんで、まあ、ちょっとそのフェイスブック婚活はやめて、卒業したわけね。卒業して、まあ、今度は普通の婚活パーティーに行きましたと、はい、で、これ風水覚えてる？なんとなく覚えてる。スピリチュアルが好きな、覚えてる、そうそうそう、なんか聞いたなっていうの覚えてるよ。そうで、ね、なんかその一番最初のデートかは忘れちゃったけど、あって、まあ、どこ行きたいってなった時に、満喫行きたいって言い出して、あ、で、なんか聞いた覚えた。そうそうそう、で、 YouTube を一緒に見て、壮絶だなそれ。そうで、なんかまず一番最初はその火星の、なんか火星人はいるのかみたいな、YouTube 見させられて、いると思う、どう思うみたいな。向こうは楽しそうだよ、いや、俺は全く興味ないから、あ、どうだろうねみたいな感じで、まあ、はぐらかしたけど、心の中では絶対いねえだろみたいな。まあね、まあ、結構そういう子もいるもんね。あと、そうだね、ピラミッド、なんかスフィンクスとか、スフィンクスの謎に迫る的な、そう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 、なんか耳の後ろにはなんかその入り口があって、まだ人類が見ていない、なんか超なんか古代文明的なものが眠ってるんだよみたいな、どう思うとか。いやないだってもう散々調査され尽くされてるでしょ。そうそう。とあと好きなのはね、地底人の話とかも出てきた。地底人がどうのこうのだとか。じゃあ本当に好きなんだね、そういうのが。だ、話してる時はその子は本当に楽しそうに話してくる。で、やっぱね、その子もね、全然そのなそういう性格があったから、なんか私今までその男の子と続いたことがないんですよって、自分で言ってたけど、ちょっと分かる、分かる、分かる、ごめんね。オカルト好きかどうか、オカルトともね、またちょっと違う方向なんですよね。まあ、風水とかスピリチュアルだ、自宅とかにもなんていうの、その壺とか、なんかそういう黄色じゃん風水って、そういうの置いてあるって言ってて、で、一応その、まあ、俺結構婚活した時とかその友達に話すんだけど、それってミカミックスいつか水晶玉50万円で買わされたり、それあるよね。この壺10万なんですけどって言われるんじゃないとかあったけど、可能性もあるよね。ただね、まあ、何回かあって分かったけど、そういうのではね、まずない、純粋に好きなんだなっていうのは、純然たる風水好きだったってことね。そう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 。で、俺も一応ね、その結構協調型の人間なんで、誰とでもね、合わせられる自信があったんですよ、相手がどんな子であろうと、まあ、ただね、可愛いんですよ、この子。いや、俺可愛かったら、あの 99% 可愛かったら俺何でも許しちゃうけど、ね、でしょ、俺もだからね、そう思ってたの、そう思ってて、何回、4回くらいはあったのよ、そのやっぱ可愛いから。ただ、行くたびに話はまじくっそつまんないわけ。なるほどね。そうか。で、あと俺の趣味のことはもう全然受け入れてくんないよね。で、その時はさ、ディズニーで攻めてたじゃん。で、ただまあ絶対ずっと年がら年中ディズニーやってるわけじゃないから、他の時間何やってるんですかって聞かれるじゃん。で、まあ一応ちょっと分かるか分かんないけど、まあそのゲームの実況動画を作ったりしてみたいなこと言ったら、ごめん全然わかんないとか言われて、だよねって、そうだよねって言って。まあでもな、可愛かったらいいけどな。でもそう思うでしょ、だから俺だって思ったけど、実際ね、なるとそうはいかない、そうはいかなかったっていうのをね、身に染みて、そこで痛感されたわけですね。そう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 。で、まあ友達とかにもさ、まあその時はまだ勤めてたかな、事務所に。で、ほら女性の人とかも、まあいるよね。そうで、いろいろ意見聞いたんだけど、もうやめなよって、なんか話してて、ね、なんかミカミックさん、なんか辛そうだよって言って、なるほどね、つまんないから、なんか愚痴ばっかりしか出てこないよって言って、そうそうそう、いや、楽しさがないと、そうそうそう、伝わんないから、ダメだよって、
言われて、うん、まあそうかな、やっぱり顔は欲しいなとか思いつつも、まあ、まあ、その何にも連絡を取らなくなって終わったって、うんうん、向こうから絶対連絡してこない子だから、あ、うん、じゃあこっちから連絡しなければ自然と消滅する、もう絶対来ない、そう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 、ね、そういう子だったから。風水のね話題ね、そうそういないんだよそうっていうのがあってっていうのを前回まで話して、うんうん、じゃあそこまではじゃあおさらいってことですね。そうそうそう、おさらいですね。で、まあ、結局話がないと辛いのよやっぱり、まあ、確かに、うん、でそうするとやっぱりね、そのアニメゲーム好きが集まる婚活パーティーっていうのが、もうそれミカミックスにとってはホームポジションみたいなところじゃないですか。そう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 、これがあって、うん、これにまあちょっと行ってみるかと、まあなるよね、うん、そうで一応ね、この画像は、まあ、ちょっとあの拡大して、あれは縮小はおかしいんですけど、アニメゲーム漫画好きなんかパーティーって書いてあるじゃん、うん、これちなみに今日あの適当なサイトから見つけてきたやつ、うんうんうん、ってことはしょっちゅうやってるってことね。そう、しょっちゅうやってる、週平日と休日で1回ずつ毎週、うん、毎週あるくらいかな。なんかこいつまたいるみたいにならない？あ、どうだろうね、あるんだろうねなんかネットとかで見てるといるらしいけど、うん、俺は会ったことない、またいるわみたいな俺はそういうのは会ったことない、初めましてじゃないみたいなことが起きえそうで怖いけどね、うん、それはそれでそんだけの頻度でやると。で、ちょっと見える、あの男の参加費用が、うん、見える見える、うん、6000円なんで、うんうんうん、まあ割かしかかる、うん、1回やね、まあただ実際にはなんかそのネット割とかで1000円引きとかになるんだけど、うん、まあ、ね、まあ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 結構かかるの、うんうん、だからまあそんなね毎週だって言ってたら、ちょっと行ったことはないんだけど、うん、これの飲み食いはできるんですか？いやないよ、あの一応なんかソフトドリンクとか置いてあるけど、うんうん、そんな程度だよ。あ、え、じゃあ何なのこの6000円っていう会費は。いやーそりゃあれでしょう、手元でしょう、その運営の運営の方にもうゴロゴロ入ってくるだけ。そう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 、なんかちょっと軽食立食パーティーみたいなものではないんだ。ない、もうだから真ん中に、うん、紙コップが置いてあって、うん、ウーロン茶とかのさ、あのでっかいペットボトルが置いてあって、あポテトチップが何袋か開けられてるみたいな。あ、ちょっとそんなんよ、なんかイメージと全然違う、ちょっと行ったことがないんで、うん、婚活パーティー、そんなのよ。でただねやっぱね面白いよ、この面白い面白いアニメゲーム婚活パーティーは本当に。で どういう観点で面白いの婚活パーティーって、そのさゲラゲラ笑うような場所ではないでしょ。いやいや、まあ、そういうゲラゲラ笑うやつじゃなくて、うん、普通の婚活パーティーは、まあ、俺みたいなさ、うん、こう特殊な人間はね、うん、合わないのよ、もう苦痛でしかないわけ、うん、あの一般の話とかできないから、うんうん、でだから趣味欄も、うん、なんだっけ、そのディズニーで攻めてって、うんうんうん、で、ただアニメゲーム婚活パーティーだと趣味欄をさ、うん、一番最初は悩んだよ、その YouTube 実況やってますって言うかどうかを。そう、言うかどうか、うんうん、でもまあまあ初めだし、うん、まあゲームだしいいかなと思って入れたの、うんうん、でそしたらあのプロフィールカードっていうのを交換するの、うんうんうん、で趣味なんですかってなった時に、うん、あ、実況されてるんですかみたいな感じで、そこで食いつきがいいよ、ね、そう、すげえビビった何実況されてるんですかって言って、でその時はあのファイアーエンブレムやったから、あ、ファイアーエンブレムも今やってます、うん、あ、私もやってますみたいな、それ話盛り上がるね。そうそうそう、盛り上がってね、そういうのはいいですね。そうそうそう、でただそれ結構ね人数が多いんだよね、そのまあ俺が行ってたところはかもしれないけど、うんうんうん、50対50よ、参加人数が多いってことね。そう、うん、50対50で、じゃあ仮に、うんうん、1人自己紹介2分、短い短いけど、でも2分あったとしても、うん、50人回すと100分じゃん。いやー辛いなそうで、それ単なる自己紹介だけだからね。でその後に、そのフリータイムって言って、じゃあその気に入った女の子とお話しくださいって言うんだけど、もう誰が誰だか分かんないよねそうなるよね正直、50人あったら。そう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 、よっぽど可愛い子じゃないともう覚えてられないよね。そう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 、で可愛い子はね、まあ、これも人気だよ、人気でね、あのただやっぱり可愛い子ねいるんだよ、そういう中には。そうそうそう、まあほらさくらさんも、うん、ほらアニメ好きの、アニメ好き集まれパーティーみたいにさくらさん、さくらさんも現れたわけ。そう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 、でまあこの前見せたけど、うん、いまだに僕は詐欺だと思ってます、うん、あのね、あ、俺実は昨日ちょっと飲み会だったわけ、はい、で、あのミカミックスさん彼女見せてくださいよって言って、うんうん、見せたら、うん、同じ反応だよね。まあ詐欺だと思ってます今でも、ミカミックスがいつかこう泣いて相談してくるんじゃないかなと思っていつでもあの待ってるんでなんかあったらもうそれほどね詐欺だと思うんですよ本当に。やっぱねそれほど実際にもね、やっぱね、まあ、ちょっとこれはさくらさんと出会ってからの話でも出てくるんですけど、うん、やっぱね、うん、人気なのよさくらさん。あ、うん、でまあ一応まあまあそれでもね、はい、ちゃんと、はい、ね、まあ
ゲットしたっていうと変な言い方だけどいやいや、僕からするとさくらさんがゲットしたと思ってますからね。つまり詐欺の対象を、なるほどね、そうそうそう、いいかも見つけたみたいな、そうそう、いいかも見つけたぜみたいな、グヘーヘーみたいなテンションだと思ってるんで。なるほどね、未だにね。でまあ確かにこの、うん、アニメ漫画で、はいはい、まあ、いろんな人と会って、はい、まあね、カップリングするかって言われるとね、これもまたね、うん、難しいんだよね、うん、あの結局人が多くて、まあ、ね、人数が多いとね、そうそうそう、でまあやっぱりそれなりに可愛い子もいるけど、うん、やっぱりねそれなりにイケメンもいるのよ、うん、あ、もう歩いてればもう全然普通の人で、確かに秋葉風のやつもいる、うん、なるほど、見た瞬間、うん、ああみたいな。もういるの？いるいるいる。いわゆるイメージしてる秋葉系ってさ、なんかこうハイウエストなズボンでみたいなの、うん、イメージがあるんだけど、そう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 、そういう人もいると。さすがにそういう格好はしてこないけど、もう髪型が挑発で、うん、あ、なるほどね、さすがにじゃあチェックのシャツをハイウエストに着こなしてるような人はいなかった。いや、いいけど、もうちょっとでもそういうチャレンジングな人とかがいるんだったら、そのミカミックスが最初に言ってた面白いって言ってた理由が分かったんですよ。じゃあそこじゃないの？そこじゃない。いや、もう単純に話があって超盛り上がるっていう。なるほどね。であとフルフルも一緒に行ってたんで、でフルフルも、うん、あいつアニメとか詳しい、うん、あいつはね、あの全般的に詳しいよね、芸能スポーツ、確かに話がね多彩。俺分かった、ね、フルフルはね、うん、あの結構モテるのよ、婚活パーティー。コミュニケーション能力が高いってこと？で俺たちからすればさなんでって、まあ、失礼だけどさ、いや、なんでってなんじゃん。ちょっと、ね、申し訳ないけどフルフル、あのちょっとあえてきつい言葉を彼に浴びせるんであればカスあえてですよ、あえてきつい言葉を彼に、もうなんていうのかな、20年ぐらいの付き合いの中の友人として言うんであればあえて言うならですよ、カスまああえて言おうっていう感じだよね。カスであれ、いや、ほんとミカミックスもそこは同意していただけるんじゃないかなと思うんですけど、あ、ちなみにあのこれ顔の話じゃない、あのトータル、そうそう、顔は別に見た目は普通っすよ、普通トータル、トータルってこう付き合ってるって、そので友達として付き合ってるとそうなんですよ。で嫌なやつとかじゃない、もちろんずっとあの続いてるんで嫌なやつだったらこんな続かないです。そうそう、続かないただあいつ何なんだろうねっていう、そうそう、何だあいつみたいな、そうなんですよ、なんか気になるやつなんですそう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 、なんか表現がね難しいけど、そうです、愛されるべきカス、そうそう、愛されるべきカスっていう、ちょっと珍しい人種なのよね、うん、そうですね、そうそうそう、で珍しい人種で、いや、あいつ彼女できんのかなっていうようなやつだよね、確かに。そう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 、それでもやっぱりトークネタが豊富だとやっぱ女性にモテるんですか？モテるモテる、あ、モテるわ。あのカップリング率ね、かなり高いよ、あいつ。え、本当に高い、信じられないんだけど、うん、マジか。そうで、その後続かないよね、ただまあどうなる、まあ、そういうやつだからなそうそうそうどうなったっていうと、まあ、もういや別にみたいな、もうないよっていう。でも最近動向不明だからね、動向不明だね。ちょっと一回、じゃあ次回のラジオはあの特別ゲストでフルフルさん呼びましょうよ。フルフルさん、まあ、そうだね、フルフルさん呼びましょう。フルフルさんとさくらさんはニアミスとかもない？あ、全くない。ない、じゃあいいじゃないですか、呼びましょうよなんでね、まあただあいつはねなんだろうね行動不明だからね。まあ確かにね、まあ、なんとか呼びましょう、じゃあゲストで次回は。いや、一発屋に、そう、一発屋かってね、一発屋、確かにいい表現だね、いい表現ですね。本当にね、浅井光さんすごいいい表現ですよ。だって彼はあのタイでも生一発屋かましてますからね。そうそうそう。そうで、あいつあどこがどうこう変なのかっていうと、タイ行った時にさ、お土産選びしてたの覚えてる？覚えてる覚えてる。そうそうそう、あのなんか枕選んでたよね。そう、枕を買って彼女の用の枕とか言って買ってたよねそうそうそう、みたいな、ちょっとそれ意識そうそう、おかしくないみたいなあったけどねそうそうそうでも強行して枕買ってったけど、さんざんやめた方がいいみたいな。そうそうそう、さんざん止めたじゃん。そう、なんかバカじゃねえみたいな感じで止めたけどねあとなんか変なさ、ぬいぐるみみたいなのをさ、選んでたよね。選んでた、絶対捨てられるからやめた方がいいって言ったけど、 そうそうそう、その子どうなったか分かんないからねなんかそういうね、ちょっと行動はね謎なんですけど、うん、そう、一発屋でねモテるんですよ、やっぱトークだよね。詳しいよね、だからその野球ネタとかも詳しいし、まあ、全般的にトークのネタはね、そうそうそう、あの幅広ですよね、うん、そっちの一発屋って、そうそっちの一発屋でもね衝撃的だったよ。確かにね、うん、
衝撃的だった。その時ね、俺に話してくれた時はワンダーはね、うん、別の店に行ってた、うん、そう、うん、でもね、これちょっと今回初告白僕もするんですけど、うん、仲良くなってくるとジョーの方から生にしてくるんですよ。わかる、それはわかる。なんかよくわかんない流れで生で入れてくるんですよ。だちょっと落ち着こうみたいな感じで僕は一応ちゃんとはめるものははめるようにはしてるんですけど、フルフルさんに関しては自らリクエストしたって話でしたからね、その時は。プラスで金払ったって。そうそう、プラスで金払ってプラスで金上乗せ料金にも払ってっていうタイプですからね。そう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 。まあそんな彼が次回来るんで、もしちょっとそのあたり聞きたい方いればちょっと次回ズバズバ聞いちゃってください。なんか謎の行動を取るところでね、まあいわゆるそのトータルすると貸すっていう、そうなんですよね、ことに行き着くと。でもフルフルさんがモテるのかちょっと想像つかなかったけど。そう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 、モテるんだよ。まあなんだろうね、ほんとやっぱトークなんだろうね。だって見た目別にさ変じゃないけど、うん、なんかいわゆるすごいかっこいいモテモテのイケメン風でもないじゃん。でもない、そう、まあ、いわゆる普通の青年じゃないですか。そうで、しかもね背もねちっちゃいんですよ。ちっちゃいちっちゃい、うん、まあ俺もそうなんですけど150センチぐらいしかないじゃないですか。150は小さすぎでしょ。そんな160ぐらいはあるの。160じゃあ俺と同じくらいだから、だってあいつ163とかだよ、34のはずだよ。まあじゃあ、うん、そんくらいはある。そう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 、だから別にね身長高いわけでもないし、まあ普通だもんね。謎だな。そう、まあ謎なんですけど、モテるっていう。じゃあちょっと次回はモテ男がゲストに来る。そうだね、大体そのモテ男に自覚はしてないんだよね。だからその何が良かったとかっていうのは多分ね、俺は結構分析するじゃん、その失敗が多いからさ、これはダメだったとか、そうそう、だからディズニーは鉄板だっていうのを教えられて、そのディズニーの年パス買ったらめっちゃ受けが良かったとかっていうの、うんうん、そういう結構分析をするんだけど、うん、あいつはもうその場だけだから。なるほど、ね、分かるでしょ、もうその場だけしか何も考えてないから。計画性ゼロ、計画性ゼロだから。だからちょっとね、そので何が良かったかって聞かれると多分回答はね返ってこないと思うんだよね、うん、その攻略のツボとか、うん、そういうのはね分かんないと思う。ハマるとなんかこれ見よがしに語る時もあるじゃん。あー、そうそうそう。でも分からないですよ、そこも分からない。我々も読めないんで。そうそうそう、ここぞとばかりに語りに入る時もあるんで、ちょっとそのあたりもね、ちょっと視聴者の方から引き出してもらいたいですよね。そうだね。で無自覚なねモテ男って言ってるけど、まあ申し訳ないけどね、普段はモテないですよ、全然婚活パーティーでモテる。婚活パーティーの初見だけ。婚活パーティー無双。そうそうそう、もう本当にね一発やす、一発や。ああ、そうだね、ノリの瞬間の回転はいいんだな。ああそうだね、やっぱ視聴者さんはよく分析してくれるよ。じゃあちょっとその次回本当にゲストでぜひぜひ呼びましょう。そう、スケジュールフルフルさんのスケジュール最優先にしましょう。あいつはなんだっけ、でも土日仕事あるやつなんだっけ。いや基本土日休みなんだけど、土日の仕事に行くことも多いみたいな。なんでそれ何。いや、なんかあのビルとかのメンテナンスとかって言ってたから、 やっぱ土日にメンテナンスしなきゃいけない時がやっぱあるんじゃないかなっていうね。俺たちあんまりねそういう細かいところ正直お互いの私生活全く知らないんで。でこれも前ちょっと前も言ったかもしれないけど、あのワンダーが結婚するっていう話もあの全然知んなかったから。そうだっけな。そうだ、あの付き合ってるっていう、うんうん、彼女がいるっていうこと自体知らなかったからだって。本当に。でなんだっけ、ワンダーの家に行った時に、うんうん、なんだっけ、結婚の雑誌、うんうん、なんていうんだっけ、ゼクシー。そうそうそう、あれが置いてあって、うん、あれみたいな。あ、そういうことだったな。そう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 、うん、まああんまりそんな言うことでもないかなと思ってね。まあ男同士はね、うん、そのなんかそういうタイの普通のね、そういう話、タイの話してる方が楽しいんだよね。ばっかりだからね。私生活ゼロ。だからフルフルが今その彼女いるとかも全然わかんない。ね、いるのかいないのかもわかんないし、うん。会えば彼女できたぐらいは聞くけどね。そうそうそう、最近も会ってないんで。会ってないから。昔はねそのフルフルの家にガンプラ作りに行ったよね。あったね。なんか 2,3 ヶ月に1回ぐらいの割合でガンプラ作りに行ったよね。俺まだあのシナンジュ完成してないし。一晩で完成できなかった。6,800 円くらいしたんだっけ、あのメタリックのシナンジュ。あったね、うん、あれ完成してないの。してない、まだやってない。ってことはまだあの家にあるんだ。いやこの家に眠ってる。あ、眠ってる。持ってきた、持って帰ってきたけど。じゃあ今度フルフルさんちでラジオ放送やりましょうよ。そうだね、久しぶりラジオ放送自体はね、あの別にどこでもできるから。そうか、
もう結婚してから行ってないもんな、多分フルフル亭には。いや、それはでもあれでしょ、行ったでしょ、行ったでしょ、結婚してから行った、うん、もう結婚してね、ああ行ってないかもしれない、分かんない、うん、結婚してね、僕が多分4年目ぐらいね、4年目が終わろうかなっていうぐらい、まあもうすぐ5年目ぐらいだと思うんで、最後いつ行ったかな、確かに、まあ、最後いつかって言われたらもう覚えてない、ね、覚えてないぐらい前だよね、うん、結婚した後か前かもう覚えてないなそうで、まあ一応そのアニメゲーム婚活、まあ、うんうん、カップリングしない、まあする時もあるよ、うんうん、でもちろん稀に、うん、まあ稀にで、そう、稀にカップリングしても、うん、その婚活自体が、うん、なんていうの、みんな同時並行なわけよ、あの、うん、今回行った人とカップリングして、うん、でまあ付き合うまではさ、うんうんうん、ちょっと期間があるじゃん、でその間にもう一回別の婚活パーティーに行って、うん、でモテる人はもうどんどんカップリングするから、なるほど、ってことは同時並行の案件を複数抱えるやつが出てくるってことね。そうで、俺もその Facebook 婚活やってた時に、最高で5人同時に LINE してたって言ったの覚えてる、なんとなく覚えてる、うん、覚えてる、そう、5人同時に LINE してて、もう訳が分かん、うん、誰が誰だかさっぱり分かんなくなって、で 2,3 人はもう連絡するの忘れて途絶えちゃったっていうのがあるんだけど、まあそれの実際にあれだよね。でモテる人はね、本当に1日に2回ダブルヘッダーとかもあるし、昼この人と会って、うん、夜この人と会ってみたいな、うんうん、忙しいね。そうだから一番最初はやっぱりそのお茶して、うん、じゃあ次どうしましょうかとか、うん、でまあ1回目で会わなかったら、うん、もうさよならってなるし、バイバイ、そうバイバイってなるしっていうのがあるから、うんうん、その1回目のデートではまあ長時間やっぱりいないわけよ、うんうん、まあ、お茶して終わり、まあ、ご飯食べて終わりみたいな感じだから、ね、うん、でモテる人はダブルヘッダーとか連続でやったりして、結構疲れんのよ。そうだね、うん、ちょっと知らない人だとね気使うしね。そう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 、で俺は、うん、まああんまり別にダブルヘッダーとかないんだけど、まあ向こうはあるわけじゃん、うん、なるほど。でまあ言っては来ないんだけど、うんうん、言っては来ないんだけど、うんうん、断られるときに、うん、あの実は今日告白されまして、うんうん、その人と付き合うことになったんで、うん、まあちょっともう会えないですとか、いらないわそういうのあでね、それでね、うん、まあ、俺女性陣とかにも言ったんだけど、うん、言う派か、うん、その言わないで、うん、さよならする派かって言ったら、うん、まあ、結構分かれるんだよね。いやそれはだからしっかり 言って、うん、さよならするべきでしょって。それはさあれでしょ、あのなんていうのかな、その彼氏彼女ができた余裕から出せる上から目線の話であって言われる側の気持ちに立った回答ではないあのそれだってさ、言われる側ってどういう気持ちになるかって話じゃないですか。あでもね、婚活パーティーやってればそれはザラだから、うん、あ普通にあるザラなの、うん、じゃあもう住む世界が違いすぎる。そうそうそう、あのもう、うん、ザラなの、うん、だ逆に言うとこっちだってやるときはやるから。あなるほどね。で俺は、うん、だそのさっきのさ風水さんもそうなんだけど、はい、言わないでフェードアウトしていくっていう、うん、そっちの方がいいな派で、まあ、これはねもうその人ごとに意見が分かれると思うんだけど、まあ、俺がこう言われてたのはもう毎回毎回、うんうん、付き合うことになったんで、で一人言われる派な、言われる側の人間っていうかそういう風に言われるのね毎回毎回言われるで一回はだってあれよ、うん、あのディズニー行こうって言って、うんうんうん、でディズニー行くってことはさ、うん、やっぱ結構仲良くならないとさ、まあ、ディズニーって長時間一緒にいるし疲れるし結構苦痛だからね待ってる間とか。そう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 、でディズニー行こうってなって、うんうんうん、でまあその来週、うん、じゃあディズニー行く日が来るんだけど、はい、まあ、そうするとさやっぱディズニー行くってなると、うん、こっちもさあまあじゃあそろそろいいかなってその、うんうんうん、言ってもいいかなって思うじゃん、うんうん、って思うんだけど、うん、ディズニー行く1週間前に、うん、実は告白されましてみたいな LINE が来て、うんうんうん、でもしもうチケット買っちゃったんだったら、うん、あの買い取りますんでと、うん、でまあ俺の方は年パスだったから、うん、あの別にいいし、うん、まだ買ってなかったのよ、うんうん、まあ、だから別にあまあ大丈夫だから気にしないでみたいな。もう辛いね辛い、そう話聞いてるだけで辛いわ辛いんだよ。辛いですね。まあね、婚活パーティーなんか前半聞いてたら楽しそうだったけど後半聞くとなんか嫌だな。そう婚活ね疲れる、光と闇を見ますね。光と闇と見るんだよ、その続けていくと。なるほどね。まあただ普通にね参加するだけだったら確かに面白いよ。でも最後まで行きたいってなると、うん、やっぱそういうのをね繰り広げて、だってさあのじゃあ、うん、同時並行がいました、うん、で一番好きな人ってやっぱその2番目とか、うん、どうしてもさランクっていうか、まあ自分の中で位置づけっていうのは出てきちゃうよね。この人が一番いいな、でこの人2番目だなってなった時に、うん、じゃあその1番目と2番目がこう同時に、うん、まあそれなりにいい感じで続いてた時に、うん、2番目の女の子から告白されたらどうするって話よ。なるほど。
でもね、基本的にね、僕はね、ちょっと婚活パーティーとか行ったことないし、婚活したことないんで、ちょっと分かんないんですけど、うん、2番目とかっていうのはあんま置かないんですよ、僕は。まあ、それはやったことないと分かんないんだけどね、そう。婚活とかだと、多分そういうのあるんだろうなっていうのは分かったんで、どうかな、2番目の位置づけによるな、それも。うん、まあ、いや、1番目と2番目が競り合ってれば、2番目でいいかってなるかもしれないし。一番目の思い入れが強すぎたらねっていうのもあるし ね、まあ、ね、ちょっとケースバイケースだけど、そうで やっぱよく聞くのが、うん、やっぱ告白されたから、うん、その人と結婚したとか、うん、婚活市場ではね、うんうん、まあ、本当は一番目にその気になってた人がいるんだけど、うん、告白されたから、うん、まあ、その人と付き合うことになったっていうのは、うん、まあ、よくある話なわけ。いや、婚活は深いな。婚活は深いよ。そういうのがあって、で、まあ、それもね、まあ、何回かあるわけよ。そのなるほど、ま、あったのが、なんか元彼とよりを戻しましたとかさ、うん、っていうのも来て、ああ、まあ、しょうがないなみたいな、うん、まあね、もうやってて、まあ、やっててやっぱね、もうね、身も心も疲れんのよ、やっぱり。婚活は、婚活はだってまず婚活に行くじゃん、うん、でお金さっき6000円1回かかるわけじゃん、まあ、お金もかかりますと。で50対50だから、その自己紹介だけでも100分で、うん、その回だけだと3時間かかるわけよ。大変だね。でしょ。で何にもない時もあるわけじゃん、要はその収穫ゼロよ、うん、あるね。ありそうだね。あるし、まあ、なったとしてもその後もまたさ、うんうん、まあ、デートしつつ婚活パーティーも行きつつってなると、うん、まあ、お金もかかるし時間もかかるし、うん、でその間はもちろんその実況のさ収録もできないからさ、うんうん、なるほどね。そうそうそう、まる、まあ、まる趣味もじゃあある程度こう抑制せざるを得ないっていう、ね、そう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 。あ、でちなみに何人かは自分のチャンネル登録してくれたんですよ、その断られた人とか。なるほどなるほど。じゃあ見てるかもしれない。いや、まあ見てるかどうかはね、今考えると分かんないけど、うん、まあ見てる可能性もゼロではないと、うん、風水さんが見てないことは。風水さんは興味ないからね、教えてない、教えてないっていうか全く興味なかったから、うん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 、このアニメ婚活パーティーに行って、あ、なるほどね、実況者なんですねって言って、うん、教えてくださいよって言って、うんうんうん、あとデートとかで、うん、あ、見ましたよとか。あ、うん、なるほどね。あとね、デート中にも普通に 見たこともある。あ、うん、実況。そう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 。なんかちょっと恥ずかしくない？あ、まあ、ちょっと恥ずかしいけど。いや、でもさくらさんとかと一緒に見てくからね。あ、本当に。さくらさん見れなかった時は、うん、なんかじゃあ一緒に見ようって言って。なんかそれもさ、なんかちょっと詐欺っぽいよね。なんか一緒に見ようとかってさ、なんかちょっとね、詐欺の匂い感じますね。やっぱり今の雰囲気も込みで。いや、まあね、でもさくらさんこれ見てて気悪くしないでほしいな。僕は、まあ、そこは大丈夫だよ。詐欺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 言ってるで。まあそれほどまでにね、うん、なんかこう2人のあれはね、まあ美女と野獣ですからね。そう、美女と野獣だからね。、うん、まあちょっと本当に詐欺だと思ってるんで。そう、まあそういうのがあって、まあ、身も心も疲れたと、うん、で身も心も疲れて、まあ、やっぱもう実況もちょっと遅くなるから、うん、とりあえず、うん、次を最後にしようっていうのがあって、うん、で1個イベントを見つけたの、うん、3回連続カップリングしなかったら全額返金しますっていう、うん、つまりその6000円かける3回分を返金する。そうそうそう。で、まあ、これは今まで使ってた婚活パーティーとはまた別の会社で、うんうん、まあ、こういうのがあるから、うん、よし、じゃあこれで最後にしようと、うん、最後の婚活だと。そう、まあ、最後って言っても、まあ、一旦ね本当に終わりにするんじゃなくて、まあ、とりあえず一回期間を置いてまた終わりにしよう、うん、終わりにしようっていうか、ダメだったら、うん、まあ、期間を置いて始めようという、うん、で3回連続カップリングしなかったら全額返金って、もう結構強気だよね。確かに、うん、でうちはもう絶対カップリングさせますっていう、そういう意思を。てかそもそもなんですけど、ちょっと原点に一回戻って、ミカミックスは結婚したいんですかって話だと思うんですよ。一旦ちょっと終わりにするとかって話が出てましたけど、そもそもミカミックスは婚活に行くのは結婚をやっぱりしたいから行くっていうのは前提でいいんですよね。まあそれはもうこの年だもんね、まあ、前提だよね。そうそうそう、はい、なんて、まあ、ずっと一人っていうのもね、うん、じゃあやっぱこんだけ強気の強いメッセージが出てると行ってみたくなるよね。そう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 。で、まあ行くわけじゃん、はい、で、まあその今までと戦略が変わるわけだって、金が返ってくるってことは、うん、その今までは話した感じ、うん、あ、この子手応えいいなとかっていうのを選んで、うんうん、まあ、確かに一番可愛いくはないんだけど、妥協点の見つけて、うん、そこで自分の中でこう石膏しながら、この子でいいやみたいなのあった、まあ、でいいやっていうか、話してみた結果なんか、うん、ね、なんかすげえすげえ言い方悪いんだけど、ワンダー。いやいや、なんかそういう風に聞こえたのかな。まあ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 、まあ、簡単に言うとそうなんだけど。
要は、ねうんうんまあ、まあまあちょっといろいろ折り合いをつけてきたそう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 あこの人いいなとか話してみた結果、はいはい、面白いなとかあったんだけど、はい、一切そういうのなくしたもうとにかくひたすら可愛い子にしたなるほど、ね、もう話が合わなくても、うん、あのその場の雰囲気が盛り上がらなくても、うん、とりあえず可愛い子に入れる、うん、嫌がらせだねそれでちなみにあの返金はやっぱりそのじゃあ誰も選ばなかった選ばないともちろんさカップリングなんてしないわけじゃん、うんね、そうだから絶対その3人は選んでくださいなるほど、うんいうのが条件で、うん、もうとにかくあの顔だけでナンバーワンナンバーツーナンバースリーで入れてた、ね、入れてったわけ、うんうん、まあまあまあもちろんカップリングはしないわけよ3回連続3回連続でしかも3回目なんてひどいんだよ10対10だったわけ、うん、10対10 10対10ってことは結構な割合じゃないそうそうそうさっきまで50-50とはわけが違うそうで、うん、この放送キープ狙いかなってどういうこと分かんないけど確かによく分からないどういうことですかコウさん、まあ、まあとりあえず、うんまあ、10対10 で、うん、でかつその時、うん、まず10人女が集まんなかったらしいの、うん、そもそもねそもそも、うん、でそこからさらに当日ドタキャンが出たのなるほど、うん、で最終的に女性が来たの4人だったわけ少な少なすぎませんそれそうそうあでちなみにこの3回連続カップリングしなかったらの婚活パーティーは普通の婚活パーティー、うん、アニメとか関係なくて、うん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 、いわゆる普通と普通のそうそうそう、まあ、なんか縛りなしで縛りなしでで、まあ、最後がだからその3回目の最後よ、うんうん、もうこれで最後にしようってなった時に、うん、もう4人しかいなくて、うん、で一応運営には聞いたわけ、うん、その一応全額返金キャンペーンっていうのがあって、うんこの中から3人書かなきゃダメですかって、うん、もちろんダメですってまあねあもうなるほどねそうそうそうそれさある意味絶望だよね3回連続カップリングしなかったら全額返金キャンペーンすらも危うい状態だもんねそう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 でしかもさ、うんまあ、ちょっと言っちゃ悪いけどさ4人しか来なかったからさ、うんうん、うわこの人いいじゃんっていうのがさ、うん、3人いるわけないよねないねうんない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 4人中さだって3人がさ、うん、おかわいいかわいいかわいいみたいなまあないよ、ね、ないじゃんないないそうそうそうないだから俺も正直、うんまあ、誰に入れたんだか分かんないよ分かんないけどなんとなくじゃあその時だけはもう順位つけてやって入れたんだけどまあただやっぱりね運営もそこはあの本当今回は申し訳ありませんでしたとであの割引チケットまあ差し上げますって言ってで大体さ割引チケットってさそのなんとかチケットと併用付加っていうのがあるじゃんもうこのチケットはどんな割引とも使えますと併用できるチケットなるほど神のチケットそうそう神のチケットでそうすると併用に併用が効くからまあまあかなり安くなるわけよ、ね、そうそうそうっていうまあもちろんこの3回目も、うんまあ、カップリングはしなくて、うんうんうん、無道をかける、まあ、無道をかける4までは、うん、なかったんですけ ど、ねうんうん、ただねカップリングしたくないなっていうのは、まあね、そうそうあったあった最後はカップリングしたくないなっていうのはあってまあ無事カップリングしなかったわけよじゃあ全額戻ってそう全額戻ってきてでかつ割引券をもらったから、うん、じゃあほんじゃあラストと本当にこれをラストにしようと思って、うん、でこれはもう割引券持ってるから、うん、なんだっけそのもうジャンルはなんていうの、うん、またアニメ、うん、ゲーム婚活に戻って、うんうん、それを最後にしようと、うんうん、いうところで参加したところに、うん、詐欺師がいた詐欺師が到来してもう俺はもうメロメロにメロメロにされたんですよなるほどっていうところで次回はじゃあまた次回またさくらさんのようやくようやくじゃあさくら様のところにたどり着けるとそう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 なるほどこれじゃあ次回もう必見というか必聴というかそんな内容になりそうですねだって次回はフルフルさんがゲストでやってきてこれぞ婚活っていうなんていうのかな婚活のハウトゥーみたいなものがもしかしたら聞けるかもしれない上にさくら様とニカミックスのこう慣れ初めまで聞けちゃうスペシャルな回になると思っていいですかそうだねじゃあこれ年末特番にしましょう年末特番ってお前年末っているのいや今年はねいる予定年末は年末はいる予定なんで今年はそう今までは予行演習だったってね、うん、そうなんですよね辛さの後にじゃあその最後に神回が来たわけですねそうでもさあの、まあ、俺も今その詐欺られてるからさ、うん、こういう気持ちになるかもしれないけど、うん、これ運命じゃん、うん、だって3回目で終わりにしようと思ってて、うんまあ、結果次回に繋がっちゃったとその辺のさ、うん、話ってさくら様にしたことあるいやここら辺はどうだろうねいや実はこれ最後だと思ってきたんだみたいなそういう話はあそれは多分してないよあしてないしてないしてないもしそれをしてるんだったらおこれは確実にかもれるぞっていうふうに内心で思われてないかなっていう心配なるほどねじゃあそこはまだ大丈夫だったってことですねそこはまだ大丈夫なるほど
で、そうそうそう、さくらさんにはね、このわりかしそのタイの話とかも、もう全部、まあ、動画をね、もっと見てるんで、うんうん、まあ、そこら辺はオープンになってんだけど、今やったらダメだからねっていう。いや、だから僕は前から提案してるんですけど、さくら様と同伴でタイに行ったらいいと思うんですよ。それはね、行きたいって言ってるよね、うん、面白そうって。決してタイってそういう卑猥なところではないっていうのをやっぱり知ってもらいたいんですよ、女性の方にも。すごくいいところなんで。お前その卑猥じゃないところ知ってんの？知らんな。だって観光とかしたことないもん。観光とかしたことないからね。まあ、ね、まあ、ないね、まあ、ほぼほぼ。せめてジョーに連れられて、まあ、なんか行くかなみたいな感じだけだから、ね、うん、まあ、ね、でも普通にね、タイは観光スポットにもなってるからね。たまに見るもんね、普通のカップルを、うんうん、見る見る、全然見ますね、うん、だから、まあ、そういうのも含めて全然で、夜は夜でね、別に、あ、ワンダー行ったよみたいな、うん、で、僕がよく行くようなところは女性だけでは入れないんで、うん、そうそうそう、男性同伴じゃないと絶対入れないんで、だからさくら様とかね、もしちょっとどんなところか見たいってなっても行けないんですよ、一人では。一人だといけないね。一人ではっていうか、女性同士でも行けないんで、うん、まあ、男性同伴じゃないといけないですからね、うん、そうで、まあ、さくらさんはね、まあ、タイはねそこまで英語ってわけじゃないけど、うん、英語ペラペラなんで、うん、じゃあもう全然いいじゃないですか。行きましょうよ、うん、う、まあ、ぜひ日があれば行きたいけどね、はい、うん、行きましょう、うん、まあ、そんなわけで、とりあえず1時間、お付き合いいただいてありがとうございました。で、この後ですね、まあ、俺はワンダーを駅にちょっと送ってくんで、でその後9時からまたいつものホワイトデーをやっていきたいと思いますので、ホワイトデーがまた楽しんでね、今回はねもう2週目多分終わるんで、2週目のエンディング見れるんで、で3週目は幽霊回収だね。幽霊怖いよね、結構。ノーマルモードの時は全然幽霊出てこなかったから、うんうん、本当におっさんと戯れてるだけだったけど、ハードモードになってね、幽霊出てきて、人体模型とか見た？人体模型、見た見た、あれマジビビった。あれ画面がこう暗くなるでしょ。このね、この今ミカミックスのこの部屋で一人でやると怖いかも。そう、後ろが結構フリースペース、あー、そうそうそうだ、ね、後ろからね何かガバッてくるかもしれないじゃないですか。誰脅してんの？いや、ここ一人でやると怖いなと思って。まあ、だからそういうところね、要素はね回収していきたいんで、まあ、その攻略情報的なの知ってる方がいればもう全然ガンガン言ってくれていいんで、じゃあまた9時からもしよろしければ、ホワイトデーもご視聴いただくということで、どうもありがとうございました。長い間、今回のお相手はミカミックスと、はい、ワンダリングルビッシュでした。はい、ではバイバーイ。